はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきたいと思います。で、ローラント城奪還して、まあ、その後パパパッと、漁港パロに戻ってきたところですね。なんかニキータのイベントがねちょっとあったんですけど、収録してなかったのですっ飛ばしてます。で、今宿屋にいて、これからフォロセナへ帰ろうというところですね。で、植木鉢があるんで、これは使っていきましょう。アイテムの種4つ全部植えていこう、経験値のために。まんまるドロップ、知性の水、天使の聖杯、ぷいぷい草。いや、もう大してたまらないな。で、銀色のアイテムの種、あ、これももう使っちゃおう。2つぷいぷい草、変わんねえし。炎のコイン、いやー、経験値的にはどうだろうな。2つで、微妙な感じだったけど、倍くらいはあるのかな、通常の種に比べて。さて、ではこのまま船のところに向かえばいいと思うので行きましょう。ナーバールベ、今度この町を襲ってみろ。漁師一丸となって返り討ちにしてやる。おっさんだからな、宝箱がある。ナバール兵が去ってようやく港が使えるようになったが、見慣れない船が入ってきた。でも多分いつものバイゼル機かな。あ、これあれか、ここでなんか幽霊船になるのかな、そんな気がしてきたな、おぼろげな記憶だけど。船が出るよ、何人でもゼロルク乗っていけ。はい、船が出るぞ。おっさん自体は別に怪しさはないね、どこにでもいるおっさん。さて、船が出て、これはどうなる、ずっと眺めてればいいのかな、カットできるかな。なんかそのままカットしたっぽいんだけど。お、これは、ん、出た、鎧のまま寝てるデュラン。まだバイゼルにつかねえのか、一体どうなってやがんだ。部屋はボロくね。うわっ、なんだ、船を探索しよう。てかさ、ヒットポイントとかマジックパー減ったままなんだけど、これ寝れんのかな。あ、寝れそう。今すぐ休みますか。そうだな、何事もなかったかのように普通に寝てるし、こいつら。セーブはいいや。特にこの部屋は何にもないかね。行けるところはちょっと行こう。斧が置いてある。危なくない普通にさ。これ普通の部屋でしょ、だって普通の部屋に斧が飾ってある。これ戦闘用で使えるよね多分。危険極まりない。びっくりした。お、何、何なんだよこの船はよ。怖いです。泣きやんだシャルロットは。宝箱を開けてるときは泣きやむ、厳禁な子だ。他になんか乗客はいないのかね。それらしき人たちは見当たらない。こっちなんか行き止まりになってるけど。アイテム、ぷいぷい草。あれ、地図上なんか印があるな。めっちゃ恐る恐る。だいぶ怪しい輩だよね。精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。こんな奥ないところに精霊さんがいるんですか。
からない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。敵たち、気をつけて。いや、これ結構もう逃げられないとか。いや、別に逃げるつもりはなかったけど、ちゃんと回避もしていかないと危険だからね。シャロットまずくないか。めっちゃ食らってんだけど。セントビーム強い気がする。でもレベルが上がりそうだね。レベルが上がれば回復はするからね。部屋は入っていくか。宝箱、天使の聖杯で、こっちも入っていきますか。え、大丈夫か。ダメだった。オーガボックス、ガードを破壊しよう。193、やばくね。ちょっと待って、俺が恐れになる。やばいぞやばいぞ。回復量が全然足りない。オーリーボール、アングリー、ちょっと待って、逃げろ。怖い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 。俺の攻撃弱いってやつな。成仏してほしいでち。宝箱が成仏するのか。これなんだ、アイテム屋さんか。ちょっと待って、敵攻撃した後にちゃんと回避しよう。カルロット強くなりすぎちゃったでち。ゾンビくんいらっしゃい。あ、魔法のくるみちょっと欲しいな。これ10個くらい欲しいな。お金的に10個買っても大丈夫かな。よし、他はまあ大丈夫かな。こいつお金儲けして使うことあんの、このゾンビ。まあいいか。一応買い物ができるってことは詰まることはないってことだね。2階かな、これは。いるスライム。敵よ、気をつけて。後ろから、これはまずい。すごい、食らってるし。なんか怖い。アイススマッシュは敵か。このさ、新しく強攻撃ができるようになったけど、結構踏み込みがあるからさ、ちょっとこれ逃げろ。全員飛ばした。あいつ待ってないか、ダイヤミサイル食らってる。当てるのがね難しいんだよね。よし、レベルアップ。で、必殺技ポイントがまあ溜まってるっちゃ溜まってる。で、上行けるけど、この階から探索をしていきますか。で、なんか怪しいね。血の本、死の本、呪いの本、そして闇の本を棚に収めようと書いてある。了解。血、死、呪い、闇。まあ、怪しげな本だね。星の本。いや、これは違う。ん？血の本。これは収めよう。これだけ？あー、回復して。ってか、シャルロットのマジックパーすっげー減ってんな。ここは呪いの本、これは収めよう。あと2つ。てか武器屋もあるじゃん。入ろう。順番がいるな。ビントビームか、今めちゃくちゃ強くなかった？あ、いけなかったわね。くれゾンビ。いらっしゃい。サーベル買おう。なかなかの品だな。ありがとうゾンビ、喜んでいるよ。大事にするわね。大事にしてくれるそうだぞゾンビ。でもお礼は言わない。で、防具屋も普通にあるね。てかこれ怪しくないか。絶
全然。あー臭い。なんかできないのそのインパスみたいな。こいつ攻撃力がめちゃ高い。ハングリーまずくないか。逃げろ。少なくとも俺は逃げる。でシャルロットがレベルアップしたからマジックパワーは回復した。これは死の本やろう。あれハトなんだっけ。死の本、呪いの本、血の本、闇の本みたいな感じだよね。え、またか。必ずいるな。逃げられた。いやだから逃げるつもりはない。全滅させたようだな。これは何だ、何のコートだ。ちょっと読めない。いい買い物したわ。え、本当に読めない。漢字がわからん。セーラードレス。ワクワクデチ。え、意外に金減ったな。やっぱり3人分の装備を整えるってなると結構金使うね。まあ、ただ装備は整えられたからとりあえずは良しとするか。光の本収めない。あと1個だよね。ここにあるかな。ワンマルドロップ。あれない。こっちか。敵へ。お願い。扇風機使っちゃおう。ちょうどあるし。OK。今のが俺の本気だ。でこれか。闇の本。どこかで扉が開く音がした。これ多分さっきのところだよね。じゃあ行くか。ちょっと必殺技ゲージ使っちゃってるけど大丈夫かな。パイプ上で、ここは戦長室か何かかな。てか回復の壺とか置いてあるから戦闘になるかな。なんだこりゃ。公開日誌。お、後ろに仲いる。気持ち悪い。こんにちは。どうも、私幽霊マニアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたのでそろそろ帰ります。この感動をあなたにも。さようなら。わわわ。なんかよくわかんねえ、去ってった。あ、呪われたか。呪われた。俺、幽霊になっちまった。死んじまったのか。これは、さっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても。あ、来たね。なんてやつらだ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの。ビビビ、バレたか。なぜこんな軽い。この呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼むよ。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってくれ。え、二人で探すの。あー、二人で探索するの心細いでち。いや、デュランは連れていくでしょう。仲間を見捨てられないものね。やり。さあ、交代交代。
え、どうする、どっちと交代する。アンジェラと別れた、話したやつと別れるのか、シャルロット回復か。どうしよっかな。行くぜ。シャルロットの起こすか、回復はちょっとアイテムにしよう。私もう絶対やらないからね。これ幽霊になるとさ、なんか変わんの。近場しか動けなくなるのかな。ま、壺はじゃあ割っとくか。さて、でこれでさらに上に行く感じ。2人か、まあ、攻撃特化で行きますか。敵はまあ出そうだよね、まだまだ。あ、いるわ。これはグールがいるな。逃げろ、車線から逃げろ。ホリーボールプラス連続で結構怖い。俺どこかで、アンジェラもさ、ちゃんと避けてほしい。この辺の敵は全滅させたようだな。結構毒きついな。回復しよう。で、特に何にもない。アンジェラ、毒いつ治るんだ。こっちはなんか狭いけど、狭いけどアイテム444ルク、死のお金だ。プイプイソー、ここはぷいぷいそうだけからのこのアイテムとか、すっげえ怪しいんだけど。絶対的だよね。なんか見分ける方法あんのかな。ダメよ、こいつはね、あれがあるから、ガードが。ダイヤミサイル、いいね。めちゃくちゃ魔法使ってんだけど。そしてマジックパワー不足になった。あ、魔法強いけどね、確かに。マジックパワーが持たないわ。でこれ、あ、待って、ルール、なんか箱落としてるな。これちょっとでも強いな、当たるは強いな。200とか当たるわ。これ俺はしばらくここで修行してもいいんだけどな。え、ここで修行してもいいんだ。回復はちょっとやっておくか。敵がいる。特にあれはなしか。邪魔ね。叩き落とす。連続先はまずい。いや、すげえ食らう。いや、やばい。あー、自分で回復したか、アイテム使って、多分。呪文辞儀で節約していこう。この粘液飛ばしも毒になるからな。連続引っかきも全弾ヒットするとかなりきつい。あれ、まだいる？敵いるな。スペクター500パックンチョコ食いやがった。しょうがない。この辺の敵は全滅させたようだな。さらに上か。ちょっと行ってないところとかあるかな。それはないか。こっちもこう来たでしょ。でこうでしょ。でこうでしょ。ここもまあないよね。先行きますか。アンジェラのマジックパワーがな、かなり不安がある。確かに魔法は強い。
それは実感している。あ、女神像があるじゃん。しかも首が欠けてるし。あ、隠れていた。2発くらいで叩き落とせればよし。すぐ浮かぶな。間髪入れずに。本当に敵は結構厄介だ。この年は強くなっている。これさ、シャルロット経験値入ってないよね、よくよく考えれば。で、こっちが先へ進む方か。邪魔ね。敵、ちょっと待って、逃げろ。あいつスマッシュ買わせる。買わせんね。買わせ。よし。スライム。あ、逃げろ。あいつスマッシュ誰が使ってる。こいつが使ってんのか。今の戦い、俺一人でも十分だったな。まあ一人はきっついけどね。特に何にもなしか。悲しい。こっち側はプイプイ層が1個だけ。向こうにはジャンプしていけるわけではない。で、部屋が2つ。ここは寝れるんだ。寝よう。肝っ玉すげえな。こんなところでよく寝れるような。うわ、出てきたか。俺一人で十分だ。早急に戦闘が始まる。これもう一回寝たらさ、また壊れんのかな。ヒールバスターって何。チック風船は厄介だな、タブクラウト。というわけで、こいつを。ちょっともう一回寝てみよう。何、一回しか寝れない。そういうことか。ただ回復はしたよね。あれ、こっちでもう一回寝れんだ。懲りないな。よく寝れるよな、こんな短期間のうちに。あ、ここはなんだ、普通に当たりってこと。あれ、今さっき回復したよね、こっちの方でも。ハズレっぽいとこでも。銀色のアイテムの種か。いや、なんかすげえボス臭がするんだけどさ。アイテムをちょっと切り替えよう。コイン。多分ここ確かね、闇の精霊っぽいよね。シェイドだっけ、ジェイドだっけ。で、これをどうやって、あれと交換するか。なんか忘れたやり方を。よし、とりあえず、じゃあアイテムも整理したので、これでいきましょう。缶は当たった。ようこそ、我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて、俺たちを解放してくれ。方法は一つだけ。私を倒すこと。やってやろう。とりあえず、コインが1枚あったんで、これを持ってきた。光のコイン。弱点。使おう。これだけでこいつと戦うのか。159。弱え。待って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 。おい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 、めちゃくちゃ来てんじゃねえかよ。回復して、オーリーボールはまあ強い。なんか、そっか、沈黙。待って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 、逃げろ。うお、いって。これ技使える、技は使えるのか。注文切り。待って待って、あんなヤバくねえか、マジで。俺もやばい。シャルロット連れてくればよかったかな。入ってぶつかってばっかだな。食らえ。どっか行くなよ。まあ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 か。
戦闘機つえ。影が分かれた。なんだ。何をするつもりだ。アンディアに変えよう。おお、待って、ここにいればいい。大丈夫。お、待って、ここ。デュラン大丈夫だ。食らってるデュラン。ちゃんとかわせよ。で、なんか来てる。てか、俺がやばい。どこだ。出てきた瞬間に使おう。キックタイフーン。まあのダメージだ。いって、つえ。ちょっと待って、これ逃げよう、ちゃんと逃げよう。ほら、そうやってさ食らうからよ、アンジェラで。アンジェラってどれくらいだったっけ。沈黙はまずい。これかせる。よし、かわした。ちょっと待って、アンジェラは正直マジで魔法打ってもらいたいから。行きましょう。これ沈黙されたらまずいってか、ちったよ。ぷいぷいそう。これね、使って。ちょっと待って、デュランもめちゃ食らうな。やっぱハード、前回もそうだったけど、ボスが強い。これ待って、ダックボス逃げる。こっちじゃなくてこれ、とにかくこれホーリーボール打ちまくろう。ってか死ぬ。むしろ死んでさ、回復させるのもあったよね。魔法捉えてたら、マジ無理。逃げろ。いけ。で、ここでさらに、ちょ、もう魔法合戦だな。食べるでしょ。食べたら帰る。この間勝手に使ってくれるはずだから、セイントビームを使ってほしいのよ、俺的には。ってか、あれ倒せねえんだけど。ゴーストロード来た。これ破壊しとこう。大丈夫、食らってる。あ、食らってないか。セイントビーム当たるの。もう一応頑張ってかわしてるね。痛い。これ何、ただの敵。ホーリーボールでセイントビームが欲しい。やばい、マンマントロップあと2つしかない。アンジェラに変えよう。ちょっと逃げて。あ、しまった、間違ったこっちじゃねえや。魔法こっちだった。何回使ってる。これは逃げる。ちょっと魔法もね、ただ打ってればいいってものではない。で、ここでまた回復させて、ウキュラに変えよう。いって。で、パックンチョコで回復をしつつ、まずい。セイントビームマジ強えな。あー、あれ溜め始めるとこう来んのか。逃げろ。200溜まったらあれを使って技使いたい。ブラックレイ、ちょっと逃げよう。こっちか、しまった。ゴーストロード、これさ、この時に与えられないのかな。いけ、ワイじゃない。ちょっとずれるだけで。逃げろ。ホーリーボールが向こうに向かうのか。パックンチョコあと3つ。いけ。大丈夫。つえ。あ、待って、ダックレイン逃げる。さて、そろそろ
くるみを使うか。これね。でどうしようかな。2つか。ただ薄そうだな。十文字切りを使おう。死んでる。死んでしまった。回復しよう。ちょっと全回復で回復できるか。9999とか。アンチラお前は魔法を使ってくれ。押せるだろ最後。よし倒した。やっぱフォース強いわ。今回は結構アンジェラもなんていうの、操作キャラクターにして魔法で押してったからな。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。やっぱセイバー系はあった方がいいのかな。闇の精霊シェイト。お、一人で来たのかシャルロット。ここまで闇魔法解放。まあダークセイバーとか。でもシェイドさんがここにいるということは闇のマナストーンもこの船の中に。闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。いかにも。大昔人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使っていた。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭さんも同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたんだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして。魂が解放された。この船が消えてしまう。
いや普通に投げ出されたのか。てか乗客この3人だけだったの本当に。火山島物価、あの様子じゃ噴火が近そうだぞ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。火山島物価、でかい蜂だ。こんなのに刺されたら一発で死ぬな。物価を脱出する方法を探そうということで、セーブはできない。近くにセーブ、一応回復は用意されているけど、というところで、じゃあ火山島物価に来ましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。あー、ちょっと右の方に見える、あれ多分セーブポイントだよね。そこまで行こう。なんだこれ、こいつに乗って脱出するってこと？でっかいのが泳いでたです。あれは何ですか？わからないけど、今はこの島から脱出する方法を考えましょう。こちらだけ殲滅しよう。殲滅してジャンプスピンアタック。普段そこまで火力が高いのじゃない、結構きつい。ダビル魔法が強い、一発が強い。というわけで、じゃあここでセーブして今回は終了したいと思います。本当に最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、していただければ幸いです。